じゃん、届いたぞ、開けろぜ。アマゾンで1400円の椅子。開けてくぜ。もう立て方はこれアマゾンで1400円。おそらくこれ系じゃ最安の値段じゃないかな。ホームセンのナフコとかより安いけどな。おう、 うわ、なんかちゃっちいな。まあいいよ。で、デザートウォーカーが上か。これは一瞬だ、スケリトン上からはめる。でも1400円で使えるんやったら、だってナフコより安いもん。結構力いるかい。生地が慣れるまで。じゃん、完成。デザートウォーカー。おお、すげえ。俺1400円で買ったのにもう3600円になった。高っ。マジか。たった1週間ぐらいで。うん。俺この時点でちょっとこんだけ遊びがあるけどな。こう3本ついちゃうに1本浮いちゃうやん。うん、マジじゃんか。これこう差し込むやっぱ番号があるかな。これでもこれには書いてないけどな。まあいいわ。あ、みぞれが降り出した。でも1400円にしてはって感じ。ああ、じゃあコスパがいいってこと。うん、コスパは断然いいと思う。だってあんだけコンパクトやったし。私見たんよ、これのレビュー。うん、なんかお尻が大きい人には向きませんみたいなさ。じゃあお尻大きい代表。お、大丈夫。うちのハローキティ。いいよボビ、どいて、ボビ、どいて、どいて、違うよ、ボビボビ、違うよ、今日。ボビちゃん、どうしたん、今日ボビ、今日今日椅子のレビューなんや、次は 2way、ロータイプやな。これ簡単やん。あれみたいな感じ。コットン。ああ、まだ取るだけ。カチカチ切れるタイプと一緒。ああ。こうなるね。まあでも座っちゃう感じは別に。いや、悪くないよ。こうなっちゃうときはいい。あ、こうなっちゃうときは。怖怖。踊るんよ。怖い。それ怖い。なんか。ちょっとその安定。おお、怖えな。でも一応150キロっち。一応ボビ、そうそう、シナリオのとこ取るよな、今。ボビ、そこシナリオのとこ取るよな。ちょっとどいて、おいで、ボビ、こっちこっちこっち。なんかあれかも、安定線怖い。そうそうそう、あの、なんちゅう、4点が着地してない感じがせん。こんなに倒れるっけ。飼い犬かわいい。いやー、どう、うん、でも値段を見ると、あ、いいやんちなるよな。違う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 、ボビーボビー、ダウン破れる、ダウンがボビー。補正も悪くはないと思う。ちょっと肘がゴワゴワして安っぽいけど、予備で持っちょくにはいいと思う、うん、車に積んじょくとかね。
ただ安定性がない。そうね、安定性がちょっと、うん、個体差があるのかもしれんけどさ。あ、まあでも言うても1400円、これが買った時1400円って考えたら全然ありやと、うん、全然ある、 あそこまでコンパクトになるしね、うん、どう言って、どう言って、違う、ボビーあんた取るようなのないや今日、ちょっとどう言って、ボビーどう言って、あそっち、かわいい、ボビー違う、どう言って、どう言って、なんでそんなめちゃくそ可愛いことするん、もうボビー、ボビー違う、どう言って、今ボビーこれのレベル取るよ、ボビーこれのレベル取るよ、あそぼうって、のた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 、何してるか、ボビーめっちゃ可愛いやん、もう